でみます。今ここに氷水が入っています。じゃあまずはこれ、クッチー、クッチーから色を変えよう。ここにつけてそれで色を変えるやつ。あ、変わってきた。いっぱいつけないと色が変わらないな。いちご味がブルーベリー味になりました。次はドーナツやろう。水いっぱい土なっちゃ変わんないみたい。ケーキ、土はここは色変わんない。全部きれいに変わらない土地はこっちにセットをします。コーヒーにする。じゃじゃん、できた。抹茶色になっちゃった。ここのカップに注ぐとお茶でできるらしい。できた。こうやって飲めんの？じゃあ飲んでみる。お茶じゃない。お水だった。お水が茶色くなったら味だった。あ、同じコーヒーかな。コーヒーとお茶違うよね。同じだよ。こっちを飲んでみよう。最後メルちゃんとでもなんかこれとか食べようかな。ティーパーティーを始めましょう。じゃあまずは乾杯しよう。乾杯。メルちゃんがこれで、じゃあメルちゃんがこれ、いただきます。これは本当に飲める。おかわりつごっと。あー、美味しかった。じゃあ私もチーズいただきます。パクパク。いちご味とブルーベリー味で、はい、じゃあやります。これ干して、つけて、お、変わってきた、変わってきた。もっと、できた。はい、どうも。じゃあ次はメルちゃんをやるよ。おー、変わったよ。はい、メルの分も変えるよ。これくらい変えた方がいいです。これで絵が描けるとハッチェだよね。これでじゃあハートたち色を塗ろう。あ、こっち塗っちゃった。まあいいか、まだ最初だからね。またやろう。次はつぶ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 。できた。しましまをやってみるよ。できた。ワッフルみたい。じゃあ次はマーブルチョコを乗せていこう。じゃじゃーん。いただきます。ハートのチョコお待ちにあげるよ。じゃあお茶会をしましょう。これから食べるよ。パク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 。ストロベリーで美味しい。次はケーキを食べるよ。ほんで、あ、美味しかった。ティーカップが汚れちゃったから洗い物をするよ。あったかい。お、綺麗になってきた。綺麗になった。次はこっちのピンク、まだ汚れてる仕上げです。できた。お茶碗洗いをするよ。ケーキも洗っちゃえ。ぷちゃん、できた。全部洗っちゃえ、洗っちゃえ。
できた。たまらせもっとふ、まついてたから入れました。